じゃあ、こんにちは。はい、ゆだかさん。お、来ましたよ。はいよ。今回も3連戦を振り返る。はい。今日は疲れたかみたいな。疲れかって。まあそういうチームもね、ちょうど中にもいたし、うん、あるし。うん、で全然わからんからなーっていやこれ本当にわからないよ。いろんなことがね。いろんなことがわからない。で本当どうなるのということで。うん、はい、まあ、セリーグをね、振り返っていきたいと思います。はい、では早速セリーグの結果がこちらです。はい、はい、こちらはジャイアンツが2勝1分け、はい、勝ち越しです、はい、で広島が3連勝、はい、中日が2勝1敗で勝ち越しということで、はい、そうね、はい、でまず、阪神、巨人、はい、これ巨人にとっては、うん、クライマックスシリーズを自力で、はい、突破できないようなそういう危機感のある3試合だったんだよね。うん、もし負け越したりとかするとおそらく CS が自力では出場できなくなるということで、うん、ちょっと意地を見せてくれたんだけども、はい、まあ、初戦、西と東郷の投げ合い、はい、でやっぱり2人ともいいピッチャーだな。うーん、で西に至っては巨人から点を巨人に点を上げてない、はい、今季1点も、はい、っていうことで、まあ、回答していくんだけども、うん、東郷も粘って2点に抑えていく、うん、まあ、9回、まあ、中田のヒットを足がかりに、はい、そこから同点に追いついたんだよね。はい、でその試合を引き分けたのよ。うん、そこからやっぱり流れが変わった。なるほど。多分阪神が、うん、あの試合を勝っていたらこれが逆になってたような感じがするよね。うん、だけど原監督が2戦目から変わった。藤浪とメルセデス、はい、まあ、3戦目は西純也と赤星っていう先発ピッチャーだったんだけども、はい、メルセデスがダメだと思ったら、うん、もう中継ぎをちょっと不安だったと思うけど責任を与えてどんどん変えていったんだよね。うん、繋いでいったの。うん、まあ、それが見事にこうハマって失点しなかったんだよね。はい、まあ、それが自信になったのか3戦目にもそれが繋がって、うん、まあ、逃げ切るということがね、はい、こう非常にできたんだけども、はい、阪神の方はこれ1戦も落として流れがちょっと悪くなったのと、まあ、藤浪はちょっとやられた傾向、まあ、自滅っていう傾向があったんだけど、うん、まあ、守備の乱れもあったけどね。はい、まあ、だけどその西純也、うん、もうすごくいいピッチングしてたし、うん、まあ、赤星との若武者との投げ合いでね、はい、それは見事な投手戦だったんだけどもね、まあ、粘りきれなかったという、うん、まあ、中田が打ったというね。うん、だから、まあ、そこでも戦略とすればまあ、例えばそのダイソーを送ってそこに気を取られるというか少しね、うん、で中田に全集中できなかったというか、うんうん、まあ、そういうところは原監督が作り出して中田に打たしたとか、うん、まあ、そういう戦略がまあ光ったのと、まあ、2戦目以降はこう中継ぎがね頑張り出してきて、うん、まあ、初戦から頑張ってるんだけどこう頑張り出してきてまあ、非常に失点を しなくなったよね。うん、これは阪神がちょっと落ち気味だったから、うん、打線が、うんうん、抑えられたのかこれはちょっとわからないけども、はい、でも原監督の采配がズバリ当たったというね、うんうん、この3連戦だと、はい、ね、で阪神はちょっと疲れが来てるかなというね。ああ、先ほどの疲れっていう話はここにも、うん、まあ、多少ね、うん、来てるかなという、うん、まあ、感じがします。はい、はい、まあ、そういう3連戦でした。はい、はい、広島対、DeNA、うん、ね、3-0、まさかの、うん、でこの 3-0 も 3-0、はい、1点も取れなかったというね、こう極端な結果になりましたが、ね、で大瀬良、はい、遠藤、玉村、はい、で DeNA が大貫、石田、京山、はい、ね、だいたい大貫と石田である程度勝ってきてたのが、うん、やっぱ勝てなくなってきたということ、はい、で大瀬良が久しぶりの登板でやっぱりエースだよね、意地があったね、うん、絶対失点しないというようなね、そういう熱さが感じられたし、うん、やっぱコロナが明けてから、はい、まあ、明けてからというかメンバーが戻ってきてから、うん、やっぱだいぶ落ち着いてきたね。うん、ただ広島はね分からないんだよ、もうとにかく3連敗したと思ったらこの3連勝するし、はい、だからつかみどころのない、
まあ、チームに今なってんだけど、うん、でもこういうところにはまってしまうと、まあピッチャーはまあ遠藤もすごい6回までピシッといくとか、はい、頑張るよねすごく。うん、だからまあ当たった時が悪かったのかもわからないけども、はい、まあ、DeNA の方はずっとこれから連戦続きで、うん、移動日なしで、はい、まあ広島に、横浜から広島に行って、まあ、ゲームがあったんだけども、はい、まあちょっと初戦見た時に疲れが来てるのかなっていうような、うん、まあ、感じだった。まあ大貫も頑張ってね必死に抑えたんだけども、はい、まあ大瀬良のこう牙城を崩せなかったというところ、うん、まあ2戦目から期待はしたんだけど、はい、やっぱ完全に疲れが来てるね。うん、これは投手野手どちらもっていうことですか。まあ、まあ、投手の方は多少頑張ってる嫌いはあるけども、うん、でも負け出すとさ、うん、DeNA の方は連戦があるからいいピッチャーつぎ込んでいけないんだよね、うん、なるほど。ただ伊勢もやられてるんだよ、うん、だからそういう意味からするとちょっと全体的な疲れが来てるね、ここに来て、うんうん、だから早く抜けないとちょっと大変なことになるかなっていうふうに、うん、まあ、思う。また今後のスケジュールも詰まってるので、厳しいからね、うん、なかなかその疲労をっていうことは難しいですよね。そうだね。だから広島はやっぱり良くなってきてるね、うん、これ春先の状態に戻りつつあるというか、うん、非常にいい状態にある打者も、はい、だからちょっと今後怖いよこれは。このここはこうなんていうのかな、波、調子の波っていうのは、うん、今後また注目っていうかポイントにはなってくるのかな、まあね、っていうところですかね。ポイントにはなる、うん、だから台風の目になる確率が高い。なるほど、ね、で DeNA はもう疲れね、もう本当に頑張らないとなんとか ね食らいついていかないと、ここまで頑張ってきたんだから、はい、もうちょっと頑張れな、はい、でヤクルト対中日、うん、ね、ヤクルトも負け越したという、はい、サイスニード小川原なんだよ、はい、ヤクルトが先発がね、うん、で中日が大野小笠原高橋宏、はい、まず最初に話すのが村上だな、うん、まあそこはね、どうしてもね、まあ初戦の2打席目に大野から50号のホームランを打つわけだけども、うん、はい、まあ、スライダーね、うん、で1打席目外ばっかり中心で攻められて、うん、凡打したんだけども、まあ、2打席目やっぱ外に完全に張ってたね、はい、ロックオンしてたということ、うん、まあ、それとあの若さで50号到達ということ、うん、まあ今現在三冠王ということ、はい、まあ実質五冠王なんだけどね、出塁率とかいろんなことを合わせたら五冠王なんだけどもさ、はい、彼の一撃っていうのはもう戦意を喪失させる、うん、まあ、そういう一撃が多い、まあ、その日もスリーランだったんだけどもさ、あ、今の中日の打線、あ、俺らの、まあ、相手がまあ、投げたのがサイスニード、うん、サイスニードからまあ点が取れないだろうなっていうような、なんかそんなダメージを与えるようなホームラン、うん、ね、まあ、そういうのでまあ1戦目勝ったんだけども、はい、やっぱ次の日から小笠原、小川、うん、ね、小川はちょっと野手に足を引っ張られたね、うん、うん、ちょっと守備がね、はい、ちょっともたついた部分もあったし、はい、でも小笠原も毎回先頭打者出すものの、うん、やっぱここら辺がなんかね、小笠原の持ってるポテンシャルかなっていうのを思わせる、はい、出しても点をやらないというさ、うんうん、まあ、そういうしのぎっていうのがね、はい、まあすごいなっていうのと、うん、で3試合目高橋宏斗と原、はい、でやっぱいいピッチャーだな高橋宏斗って、うん、まあ投げるたんびによくなる、うん、でもこの試合では村上が51号ホームランを打ったというね、はい、これでまた一つ記録を、まあそうだね、はい、更新という、まあ、そうだね、ただそのこう上のチームが勝てないと、まあヤクルト一勝でもいいよみたいな、まあ余裕を持って戦えてるというね、うん、まあ、ただヤクルトの方はやっぱり山田哲人が若干調子を落としてるということ、うん、で塩見がやっぱ悪いということ、うん、で塩見に代打を送られるような状態であるし、はい、まあ、中日の方はビシエドが打つか打たないか、うん、まあ、この3連戦は多少上昇の気流、うん、あの兆しがあったからね、はい、よかったけども、ヤクルトの方はちょっと打線が落ちてきてる、うん、ね、だからちょっと気をつけない、で今が本当は阪神とか DeNA がチャンスなんだけどさ、はい、だけど、まあ、全体的にやっぱこう上位を
戦ってるチームっていうのは疲れが来てるな。なるほど、はい、ということは、まあ、そういう3連戦だったんだけども、まあねうんはい、意地を見せた下位チーム、うん、届くか A クラスね、これまあお気づきの人もいると思うんだけども、はい、今 B クラスに甘んじてるチームが全部勝ち越したんだよね。そうですね、あだから差を縮めるようなことにはなったんだけども、はい、まあ届くか A チーム、まあ優勝は A クラスですね。 A クラス、はい、まあ、優勝までは難しいかもわからないけども、うん、だけど3位とかとりあえず上位の3チームに入ることがは可能な数字だよね、はい、十分ね、うん、だからまあここら辺はこういう状態になってきたっていうことはもっと団子状態になってくるかなという、うん、いつの間にかという感じですけど、まあ、そうだね、うん、まあでも中日もビシエドとかね少し点が取れれば上を狙えるし、うん、まあ広島はここに来て、まあ、ちょっと春先すごく良くて、はい、まあ、ちょっと低迷期があって、まあ、コロナがあってみたいな下がったけど、なんか春先のような状態に戻ってきてるからで、ジャイアンツはこう仕掛けるようになってきたという、うん、その仕掛けがどん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 当たるようになってきた。ここは中継ぎさえ頑張ったらなんとかなるチームだからね、うん、だからそういう意味ではこれからも目が離せないという、はい、まあ、そういうセリフでした。はい、はい、パリーグ、はい、ね、こちらがパリーグの結果です。はい、はいはい、ソフトバンク2勝1敗で勝ち越し、はい、オリックス3連勝で勝ち越し、はい、で日本ハムが 2勝1敗で勝ち越しということでした、はい、ね、はい、まあ、首位攻防戦なんといってもね。そうですね、うん、これは西武が首位で迎えた、うん、でソフトバンクが3連敗かなんかで迎えた、その前のカードですか。そうそう、前のカードね、はい、でソフトバンクの方は、うん、東山、坂東、千賀、はい、西武の方は松本、与座、エンス、はい、名前からするとどっちかなっていうようなこうつけがたいけどもやっぱり東山、千賀っていうのが入ってるし、うん、まあ、坂東っていうのはここ最近投げ出したというね、はい、ピッチャーだけども、まあ、勝ち越したという、うん、まあやっぱ言えばソフトバンクこのカードから柳田とか帰ってきたんだよね、うん、主力がね、はい、やっぱゲームがその打つ打たないっていうよりもやっぱこうゲームが締まるね、うん、まあ、そんな印象を受けた。なるほど、そんなにね戻ってきた選手がじゃあ活躍したかって言ったらいやいや今宮でしょって今まで頑張ってきた今宮が頑張ったでしょって、うん、いうような感じなんだけど、はい、やっぱりね作り出す雰囲気、うん、そういうものがやっぱこう勝つチームだなっていう雰囲気を作り出すね、うん、まあ、デスパイネとかも戻ってきたらやっぱ少し気持ちが楽になるんだろうね、うん、だからそういう意味では非常にバットも振れ出してきたという、はい、2戦目はこのバンド、はい、これはいいね、うん、もう150キロ連発でとにかくな平均150キロぐらいじゃないかなっていうね、うん、で相手は与座、はい、で与座がねまあ、2桁勝利に王手をかけてるんだけどやっぱそこら辺の壁があるね、やっぱね、うん、みんななんか壁に当たるね、その2桁行くときにそれは何か意識をするということでしょうか。まあ、意識もあるんだろうね、うん、まあ、それと多少こう西武の方は山川が止まってるということね、うんうん、だからここら辺がやっぱちょっと苦しいかなという、うんうん、でまあ今宮が2試合連発ホームラン打つとかさ、ね、うん、やっぱ今宮が頑張ってるな今年っていうね、うん、いや今宮が打ったら勝つというような、はい、まあ、そういうような状況にもなってるし、うん、まあ、3戦目は千賀とエンス、はい、まあ、名前を聞く限りどっちが勝つと思う。それはあの千賀投手ということですか。だよね、千賀も2桁勝利なんだよね、うん、かかってるだから、まあ、千賀はそう意識するようなタイプじゃないと思うけど、はい、まあ、今までの実績から考えるとね、うん、でも外崎があのフォークボールをホームラン打つというね。そうですね、うん、だから千賀に襲いかかったやっぱ西武打線迫力あったね、うんうんうん、そういう意味ではね。でやっぱこうエンスっていうのがまあ安定してるわね、うん、うん、だからそういう意味ではこう2勝1敗、はい、ね、西武は負け越したけどもこれ3連敗してたら大変なことになったんだけど、はい、やっぱ本当に強いチームはこう一つ必ず取って帰るよね。なるほど、うん、だから面白いこう戦いだったんだけども、うん、やっぱソフトバンクの方が主力が帰ってきてなんか落ち着いて野球ができるようになってきたということ、うんうん、で西武ライオンズの方はやっぱ一矢報いるようなね、うん、まあ、そういう戦いもできたから、まあ、これから、まあ、まだまだ面白くなるだろうなという、はい、まあ、日程的には
ライオンズの方がちょっと有利かなっていうような感じもするんだけどもね、全体的なことを見るとね、はい、はい、でロッテ対オリックス、はい、ね、でロッテの方は佐々木朗希、ロメロ、小島、はい、うん、でオリックスの方は山崎福也、山本、宮城、はい、ね、佐々木朗希負けました、1-0、中島監督が帰ってきて、うん、佐々木朗希の時にセーフティーバントの構えをみんなが見せるんだよね、うん、だからこうなんていうの、足元をこうバッターの足元をよく動かすっていう球があるんだけど、うん、こうデッドボールに近いような、はい、そうじゃなくてブワッと投げるようなことができないようなセーフティーバント、セーフティーバントの構えを見せたり、うん、実際にやったりとかね、うん、引こうと思ったけど球が速すぎて引けなかったって、前飛んだっていうやつもいたけど、はい、でもねやっぱ仕掛けてきてる ね、そういうのはなんか時にそういったことはしない方がいいんじゃないみたいな声も聞こえてくるところもあると思うんですけど、うん、もうやっぱ徹底してそういう風にしてこうやっぱね揺さぶるというか、うん、あの相手が嫌がることっていうのは、うん、やっぱ勝負事だからやっぱやらなきゃいけないし、うん、佐々木朗希っていうのは投げることは素晴らしいけども、はい、フィールディングということに関してはそんなにうまくない、うん、なるほど、でファーストの送球もそんなにうまくない、うん、だからそういう意味では非常にこうあの講じてきてるかなという、うん、だから非常に中島監督というのはしたたかにやろうとしてるよね、なるほど、素晴らしい、面白い、うん、それで1対0で勝つんだから、すごいですよね、だから、まあ、佐々木朗希も大したもんだよ、はい、ああいうあの格好をされても、はい、どうすることなく、うん、どんどん投げ込んでいったという、うん、まあ、だけど1点と取られて、はい、ね、負けるという、うん、まあ、そういうことっていうのは結局ああいうことが勝利につながったんじゃないかって言われるよね、うん、だから各球団その佐々木朗希の時にそのセーフティーバントができるやつはやろうとしてくる可能性は高いよね、またそれに対応してくるっていうことはなかなか難しいですか、まあ、まあ、ただ佐々木朗希の場合はさ、はい、やるんだったらやれるみたいないや結局長打はないだろって、別に怖くもなんともない、やるんだったらやりなさいみたいな、うん、まあ、だけどちょっと嫌なことは嫌だと思う、内野手だったら嫌だもん、うん、またかみたいな、まあ、そういうこと、うん、で2戦目は山本が頑張ると、はい、ね、で3戦目は宮城が、うん、やっぱ前回このカードで完封してんだよね、そうでしたね、うんうん、まあ勝つというね、うん、だからオリックスの方はやっぱこうピッチャーがいいだけに、うん、この中では佐々木朗希を突破したら3連勝があると思ってたけども、うん、やっぱあったね、うん、でロッテの方もさ状態がこうグーッと上がってきたんだけど、うん、だけどここに来て打てなくなったかな、またちょっとね、うん、まあそう簡単なピッチャーが投げてないからさ、まあ、そうですよね、うん、だからそう簡単には打てないけど、うん、やっぱちょっとつながらなかったね、うん、だからまあそこら辺がオリックスのそのピッチャーの優秀さだと思うけども、うん、やっぱりロッテの方はもう少し打たないとさ頑張って、はい、でまあ高部とか出て、うん、ね、足でかき回そうとはしてるんだけどもさ、うん、やっぱ足を絡めながら足が速いやつがこう塁に出てね、かき回すようなことをしないとちょっと苦しいかなっていうふうに思うよね、なるほど、はい、はい、まあオリックスは素晴らしかったな、はい、はい、で楽天と日本ハム、うん、ね、楽天は岸、田中、マー君、うん、早川、はい、ね、日本ハムの方は伊藤、ポンセ、加藤、はい、でここはもうあいい勝負するなと思ったら、やっぱね目的が高い人がやっぱ勝ったというような、まあ岸っていうのはやっぱここのとこちょっと打たれてるけど、はい、相手がやっぱ伊藤というさ、はい、2年連続2桁、うん、日本ハムでは西崎幸宏以来の、はい、新人から2桁勝利2年連続っていうのがかかっててね、はい、で伊藤が何回も失敗してたんだけども、うん、やっと勝てたという、うんうん、でいろんなその失敗の中で反省もあったんだろうね、うん、だからものすごくこう丁寧にまた力強く繊細に投げてた、まあ、印象が、うんうんうん、残った、はい、ね、だから本当にこういうチームがね打ってくれるか打ってくれないかわからない、うん、ね、まあもう最下位をひた走ってる、うん、まあ、その中でやっぱこうね勝ってきたっていうのは、うん、やっぱもう評価するし、うん、まあ、頑張ったら楽天なんてさもう必死こいて
上に行こう上に行こうってするチームを相手にしたわけだから、はい、まあ立派な10勝だと思うんだよね、うん、はい、はい、で田中マー君とポンセ、うん、まあポンセは前回そうですね、うん、ノーノーやってて、はい、ね、まあだけど、まあ、ちょっと失点をして、うん、でマー君にも勝ち負けがつかずみたいな、はい、まあ、楽天が勝ったんだけどもさ、はい、まあ楽天はちょっとノリが悪いな。それは雰囲気っていうことですか。うん、まあそうだね、うん、浅村がここに来て打ち出したけどね、うん、打ち出したけども、まあ、島内もホームラン打ったりだとかさ、周りホームラン打ったりとかしてるんだけど、うん、まあ、全体的なこのノリが悪いというか、うん、まあ、ピッチャーもあんまり良くないというかね、うん、まあ、失点が多いというかね。で、まあ、3戦目は早川と加藤、まあ、加藤もザ安定というさ、うん、まあ、非常に投げさせたらもうクオリティスタートというか、まあまあ、3点、まあ、2点ぐらいに抑えていくよね、うん、で7回ぐらいまでは必ず投げてくれるという、うん、まあ、ザ安定というね。なるほど、まあ、そういうところで、まあ、勝ちはしたけども、はい、やっぱ気になるのは、うん、まあ、日本ハムは、うん、もうとにかく元気を出してやってほしいということと、うんうん、ね、来季に向かって、はい、来季新球場だから、うん、頑張ってほしいということと、はい、楽天はもう少しなんかこう乗ってわーわーわー言っていった方がいいんじゃない、まあ、言ってんのかもわかんないけどだけどなんとなくこう暗い感じがするんだよね、うん、他のチームからするとね、うんうん、だからもうここはもう本当に負けれないから、はい、ね、だからもうとにかくどん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 出していこうよ、うん、ね、まあ、そんな感じがします、はい、でこれで決まりか、首位争いはますます激化、うん、これね、もう早く順位表を見せたいぐらいなんだけども何がこれで決まりか、まあまあ大体でもまあもう楽天が頑張ってるんだけども、うん、A クラスと B クラスそういうのがセ・リーグよりも早くちょっと線引きされそうな、線引きされそうな、ね、え、線引き、あのゼリーがまだ来ないけども話でしょう、まあ、何の話でしょうだけど、はい、まあ、ちょっと見えてきたというね、うん、まあ、そんな感じがします、はい、はい、ということで、まあ、順位表をね、はい、見ていきたいと思いますが見せたくて仕方がないでしょ、そうそうそう、ね、今回はこのようになりました、はい、セ・リーグ、はい、ね、まあ順位、まあ一時6ゲーム回せ、6ゲーム差までちょっと縮めたんだけども、はい、ちょっと3連敗とかありながら、うん、まあ、7になり、まだ3連敗をしてもそこまで開いていないっていうのはやっぱヤクルトももちろん星を落としてるっていうことが状態が悪いということね、ここがもしヤクルトが確実に星を取っていたらちょっと DeNA はもっともっと開いて大変なことになっていったというところで、なんとか食らいついているような感じでしょうか、まあ、食らいついてるというか食らいつくような条件にくださってるみたいな、まあまあ敬語だな、うん、いやヤクルトも状態悪いもん、でもその状態悪い中で、ね、この3チーム状態が悪いけどさ、うん、状態の悪い中で一つ勝ってるのはヤクルトだし、うん、DeNA は3連敗で阪神は2連敗ということでね、まあ、そうですね、だからまあちょっと状態が、まあ、ちょっとやっぱ上位を走るチームっていうのはここに来てちょっと疲れが来てるかもね、うん、で状態が上がってきたのが広島巨人、うん、まあ中日も悪くはないけどね、そうですね、うん、ただここは打つか打たないか、うん、まあ、もう明確に出てるから、うん、ビシエドが逆に打つか打たないか、うんうん、ね、だから熾烈な3位争い本当に、まあこの、うん、そうだな、阪神、まあ DeNA も日程を考えると、うん、そんなに簡単ではないよ、2位を死守していくっていうのは、ね、阪神と DeNA のゲーム差って 4.5 でしょ、うんうん、まあ、まだ数字があるような感じはするけども、うん、まあだけどその状態の悪さが長引いたら、そうですよね、すぐあっという間にね縮まってくるし、だからそういう意味ではまあ今のところこの現在だったら阪神から中日までまだ分かりませんよという、うん、ね、5ゲームだから阪神までね、うん、だから中日もまだまだ諦めることはないというね、はい、はい、まあ頑張ってほしいと思います、はい、さあパ・リーグ、うん、これ見てどうなったこれ下書いてますね、もうこう1位が3チームみたいな、ほらこれガンドみたいな、こんなことありますかね、もう血管切れてしまうでもね日程的にね一番有利なのはオリックス、それと球を持ってる、まあ球っていう言い方変だけども、うん、いいピッチャーが、まあ田島は負けない、うん、山本頑張る、宮城は調子を上げてきたみたいな、うん、まあ、そうなってくると
やっぱオリックスっていうのはすごく怖い存在だよね、うんうん、ソフトバンク西武がこう直接対決でこう順位変わっ て、そこ注目しがちですけど、うん、いや実はオリックスこっそり首位のゲーム差なしに来てるっていう、いやもう計算尽くして、ね、うん、計算してたと思うよ、うん、なるほど、そしの潰し合いするから絶対チャンスだって、うん、その間にみたいな、そうでもそこを計算通りに来たからね、ロッテ相手に、うん、それロッテも状態良かったんだからそれまでは、うん、でもここにしっかり勝ってきたということは、うん、オリックスの今の戦い方っていうのはすごいよね、うん、まあ、それとその日本ハムに食われた楽天、うんね、やっぱ日本ハムに食われるとすごく痛いよね、うん、やっぱこう最低でも勝ち越すというさ、うん、そういう計算で言ってたのがやっぱ負け越したわけだから、はい、やっぱ楽天もう少し頑張らないとね、うん、はい、まあ、いつまでもパ・リーグはずっと混戦模様ですが、まあ、混戦模様って言ってたけども、うん、大体こういうふうに線引き引かれない、まあ、そうです、ね、そうだよね、いやここら辺のその3チームのモチベーションって高いよやっぱ、うん、これはすごいですね、うん、だからなかなか楽天が上に行くって、ロッテが上に行くっていうのは、うん、なかなか難しいと思うこれから、うん、まあまあこれは大変なことになってきたのはセ・リーグだよね、はい、はい、いつの間にかです、そうですね、はい、まあまあそういうことで、うん、また、次の3連戦も振り返りますので、はい、はい、よろしくお願いします、はい。